輪郭は卵型、センター分けですね。垂れ目で二重なのかな、で広いんで犬ちょっと違うと眉の距離がすごく近くて平行ですね。唇が分厚いです。口角が片方だけに似てはもっと可愛いんですけどね。強さ似てる似てる。ボディーフェイスです。広さめっちゃ似てるんですけどね。広さは全然似てないですね。なんで。アイラインもっと長くしてもいいような気もしますかね。日野さん自身の髪型のような感じで、はい、あ、いきますか。はい、はい、平野翔くん違います。いますか。はい、違う。そうですね、まるっきり違う。はい、はい、菊池風磨くん正解です。それガーチャンマゴメンやでーってやつ。